関西創価中学校、高等学校は大阪府方の市寺にある市立の中学校、高等学校。設置者は学校法人、創価学園。1973年、日連仏法を信仰する宗教法人、創価学会の会長であった池田大作により創立される。学校法人、創価学園の中等教育機関としては、1968年に、 開校した創価中学校、高等学校に次2校目であった。創立当初は女子校であった。東京都八王子市にある創価大学、創価女子短期大学とは創立者を同じとするが、創価学園は同大学の付属中学校、高等学校ではなく、両者は違う学校法人として運営されている。創価大学、創価女子短期大学に、 半数以上が進学する。 1967年、1969年、1970年、1971年、1972年、1973年、1974年、1982年、1983年、1984年、1984年 1985, 年1985年、1986年、1987年、1990年に、1014年本校の 主な行事は、栄光の日、情熱の日、栄知の日における記念集会と、情熱の日に行われる記念競技大会。中学では、栄知の日に行われる記念合唱祭がある。記念集会の模様と入学式、卒業式は、東京キャンパスと、同時中継されることが多い。ありがとうございます。